どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあまたガズ旅に今、出発したばかりなんですけれども、4月26日に、発売されるガズのめちゃめちゃいいこと言ってる、本、ご機嫌ガズレレデイズ略して GGD の、いよいよこうなんていうの、本がねもうそろそろあの最終仕上げに近いところまでこう仕上がってきてるという、こちら楽譜の本じゃなくてエッセイ本というか、まあまあいいことを書いてある本なんですよ。あといろんな歴史とかそういうような、まあガズレレとはなんだみたいなものが分かる、そしてあのやっぱガズのね音楽を聴くからやるに変えた方が面白いよという思いがたっぷり詰まった本なんですけれども、それがですね、まあ、お伝えさせていただいているように予約スタートになっているんですが、そのね最新情報をですね今シェアしようと思って、今回の旅のテーマはですね、ガズの新刊ご機嫌ガズレレデイズ GGD の、なんて言うんだろうな、取材です自分の本の出るところの取材するって面白いんですけど、ね今から行く先は東京で、今南信州から東京に向かってる最中なんですけれども、あの編集者さんと、ライターさんとカメラマンさんとイラストレーターさん、この4人にですねこの GGD を作ってくれる最強チームの、メンバーを取材しましてですね、今の進捗状況とか意気込みっていうのはなんだけど、まあまあその思いをですねこう動画にできればなというふうに思っております。あとねなんかちょっと素晴らしいところに住んでるカメラマンの方とかいるんで、ちょっとお家拝見とか、あとはちょっといろいろそういうなんかねあのガズ旅っぽいコンテンツもいろいろ撮れるんじゃないかなと思って、そんな楽しいワクワク旅が今から始まりますよ皆さん、ぜひのんびり一緒にガズ旅、楽しんでいただければと思います。それでは今から行ってきます、レッツゴー、イエーイ。山がすごいよ。はい、GGD ご機嫌ガズレレデイズの出版、イベントの会場のご案内をしたいと思うんですけど、このビルの6階、今エレベーター皆さん来ましたね、降りてきたらこっちに進んできてください。ここが会場です。いいとこですよ、すごく。フィガロカフェです。フィガロカフェ、はい。でこのいろいろこうねチームの本がいっぱい並んでるんですけど、会場はこっちでございます。はい、中入ってきたんですけど、こんな感じです。すごいですよ、ね、いい感じでございます、はい、じゃあこっちに来てください、はい、で多分ガズさんがここに立って、こんな感じになると思います。椅子もテーブルもあってですね、すごい素敵。イベントをお楽しみにしておいてください。5月11予定、はいはい、このイベントの詳細は、詳しくまたご案内すると思うんですけど、初めて見ました。ゲラっつうんですよこれ、こうやってこういうの今ちょっとあの初めて見た。めちゃくちゃいいこと書いてありますすごいいいこと書いてあって、ちょっとね感動しながら自らの本を読むというですね、まあ、こういうのって僕が書いた文章なんですけど、ライターさんがですねすごくやっぱり素敵にまとめてくださるんでね、もう本当にやっぱりすごいですよ。はい、どうも。というわけで、今出版社さん、主婦の友社さん、編集者、あ、主婦の友社、篠明と言います。篠明さん、あの前回のこの本の時からね、あのお願い、いつもタッグを組ませていただいてるんですけど、ここが主婦の友社さんのね、はい、本社というかなんですよ。すごいですよね、さっきも見たけれども、ここでねその出版記念イベントをやらせていただこうということで、まあ、今回はよろしくお願いします。今日はねせっかくこう取材旅行のガズ旅、本が出ると取材旅行ということで、まず一番この編集者さんがやっぱり中心になっていただくわけですから、どんな風に作られているかっていうことを皆さんもね知りたいですよね。今何が行われているかっていうのは、まあ、これゲラと言われる、はい、まず第一段階でこれをみんなで見てどうするこうするとか、こんな風がやんない方がいいっていうことを言う、やっていくってことですよね。そうですね。で、まあ、最初はこういう形にするので、その前のこの中身の文章を今、作っているところです、うん、もともと、ガズさんのブログを中心に、はいはいはい、編集ライターさんの池田さんが、はい、原稿を構成し直して、この後登場しますけど池田さんがね最初でございます。それを今実際のこういう文字組みに流し込んでいる状態です。だいたい今200ページちょっとの、一冊の本になるところを
こういうふうにですね、原稿を流し込んで、それから、うんうんうん、まあ、付箋をつけながら、うんうんうん、これいい言葉を帯に使いたいなっていう言葉を拾っていったり、そういうことですね、はい、でこれが写真をこう、これを今デザイナーさんが、うんうん、レイアウトしていくと、そういう、でここにキャプションというまた文字を、あ、はい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 、でこういう、ね、この内容に合ったところにこの写真がいいんじゃないかっていうのを今編集担当としてページをこう、うん、はいはい、本を作り上げていこうというところですね。僕も不思議だったんですけど、編集さんとデザイナーさんという方もいらっしゃって、はい、そのやっぱそこが本を作られる時の2つの基礎になるってことですよね、うんうん、でそこにやっぱライターさんというのは文の専門家が来て、はい、でカメラマンさんはカメラの撮る専門家で、はい、っていうような感じってことですよね、うん、もうそれぞれの専門分野の分担で一冊の本ができる、スペシャリストがこう集まってるわけですね。だから編集者は何だって言われると、それを まとめ役、うんうん、まあ本当に一つにこういいとこ取りをクッとこうするってことですね。であとはそのこのガツさんの本に合うデザイナーさん、カメラマン、うん、ライターさん、うんうんうん、それのベストの組み合わせを考えるっていうのがまずアテンドするというか、う、ね、こう人を集めるというか、チーム編成を決める、うんうん、まあ大事、やっぱ中心になる、まあまあ、あのコアみたいなところですからね、やっぱそれはもう、でその皆さんの作った表現したものを本に仕上げていくっていう、うん、この作業が編集の一番のこう、はい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 、仕事になっていきますね。赤字を入れて文章を持って、あ、こういうのよく 見たことある、はい、赤ペンです、赤字、ここが青ですけどそうかそうか、はい、こうした方が分かりやすいで、あ、見てくださいこれ、ハニーさんの縫い物時間点もちょっと、はい、小瀬さんのパートも結構出てきますけどね、やっぱり欠かせない存在、それからのもじゃさんの、あ、そう、ウクレレのね、ジーラボもじゃもじゃくんのページも、ちょっとカラーもチラッと、あ、チラッと、あ、すごいじゃない、チラリとチラリと、そう、あら、結構フォーカスされてます、素晴らしい、いいですね、すごい、こんな感じで、あ、ちょっとまだ僕もあの今回の本は見てないです、基本的にはこれをベースにさらにパワーアップになって2024年パワーアップバージョンということに今なっているということなんですけど、まあこっち読んでる方でも全然中身はね、そうですね、まあ、あの丸っきり同じじゃないんですよ、だからかなり これと基本的なところはまあ共通する部分で、まあ変わらないですか、核はね、ガクレレがやってること考え方は変わらないけど、2018年の発売なので、それ以降の活動を考えることっていうのが、さらにこうね、ぐわーっとなってるところをこう掴んでくれてるというか感じで、ちょっと僕もまだちょっとすごい楽しい、さっきちょっとだけ読んだだけでももう吸い込まれるような本になってます、すいません、ちょっと遅くなる、いえいえ、まあ、でもまあこの本もね、もうめちゃくちゃいい本でね、すごくあの大好評なんで、ぜひこっちも読んでもらう、こっちはね、あのなんだっけ、電子書籍では読めるようになってるんですけどね、はい、まあ、でも新しい本はもうこれ以上 あのすごいことになるぞということなんですけれどもですね、いやー、でこれはなんかこれからこういろいろ今タイトルをもっと深めていこうとか、そういうようなこととか、う、ね、うん、これがタイトル、サブタイトル、帯に入ることが、あ、こういうこといろいろこれから決めていくわけですよ、今考えているのは思いがあればその先へ行ける、名言、どうでしょうか、今初めて、いやいや、そうそうそう、だからそういう面白いですよね、だから僕が普段言ってることをこれ誰かのフィルターを通して自分を聞くと、まあ、発見があるっていうか、いや、そうですね、ね、そういいなと思った言葉を、いや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 、それは素晴らしいです、ありがとうございます、もう一個いいですか、好きな言葉、全部言ってください、ですね、まあ、自分が喜ぶことを全開で自分にやってあげればいい、そうです、もうそれに尽きる、自分のビートに耳を傾ける、泣いちゃう、あともう一個ね、やってやってやりまくってドジって痛い目にあってみっともない思いをして、それを乗り越えてだんだんと力が上がってくる、いや、もうそれだけでもそのあたりがかなり、そうですね、カレンダーにしたい感じですよね、カレンダーもやりますかいやでも そんだけやっぱりこういろいろこうね、魂が詰まってるというかね、やっぱりそのただ音楽をやりゃいいってもんじゃないから、それやっぱどういうこの感覚でやるっていうのはやっぱだ、それこそすごい大事なところだから、そういうのをですね、この新しく出るこの本でまあまあ、あの皆さんお伝えしていければいいかなと、今回もかなりあのもうすごいことになりますよ、もう本当にあの皆さんご期待くださいということで、はい、いや、そういうことでまだね始まったばかりというか、まあ、これから大詰めですから、また引き続き、はい、よろしくお願いします、盛り上げていけたらなというふうに思います、ひとまずしのぎさんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。
はい、どうもです。そういうわけで、はい、登場してくれました吉岡さんです。今スタジオの吉岡です。お願いします。吉岡さん、ご存知ない方はまさかいないとは思うけれども、あのガズの曲歩く、あのミュージックビデオをあのアニメーションで作っていただいて、もうね、もうやばい男なんですよ。もう本当アーティストで、まあまあ、あのすごいクリエイティブをね、ひしひしと感じる、本当にね、素晴らしいあのアーティストなんですけれども、今回なんとですね、ご機嫌カズレレデイズ、カッコ仮、まだ一応カッコ仮なんですよ。カッコ仮なんですよ。でも多分あれでなると思いますね。GGD という、そのタイトルがね、はいはいはい、の、表紙など挿絵などを、担当していただけることになります。よかった、ありがとうございます。嬉しいです。いやー、やりました。ついに。ついに。本の表紙をやっとかけるっていうのは。そうですか。あ、やっぱそういうのってあんまりないことですか？ないですね。なんか、それこそゲームとか、そういう自費出版はありますけど、はいはいはい、しかもこの大きな出版社の。主婦の友社さんばっかり。ね。出るところで、うんうん、とりあえず、ああ、よかったです。実家に電話しないと。実家に電話、紅白に電話みたいな感じ。そういう感じなんですよ。いや、僕も実はその、今回の表紙をね、イラスト、イラスト、でも写真とかイラストとかいろんな可能性があったんですけど、やっぱりね、その、僕は吉岡さんに書いてもらいたいなと思ってて、まあいろいろこの本に携わってる人のいろんなアイデアが、まああるんですけど、やっぱりなんで僕がその、やってほしかったかなっていうと、やっぱその歩くっていうこのミュージックビデオの、これがすごくやっぱり、なんていうの、僕が思い描いた世界観の、まあ数倍なんか斜め上を行ってたのを描いてくれたから、なんか、それがすごく良かったっていうのと、やっぱりその、ストーリーがね、一個本を今回出る、この GGD、ご機嫌ガズレレデイズっていう本を出版するときに、やっぱその関係性っていうかね、その、熱量がやっぱ違うわけですよ。こういうエネルギーがやっぱその、詰まってるっていう感じの本にするときにですね、やっぱりすごく、例えば、いい写真もいいかもしれない。全然知らない方だけど、すごくいいイラストを描いてくれるイラストレーターの方とかでもよかったかもしれないけど、いや、このイラストは、歩くのミュージックビデオを作った方が、もういえば、ガズレレっていうのは、どういうものかっていうことをよく、めちゃめちゃ知ってくれてるから、まあ、描ける、まあ、愛ですよね。そうですね。でも本当に僕も、本当にガズさんに引き立ててもらって、ミュージックビデオを作らせてもらって、で、あれで新しい手法を生み出したりしたことで、もう僕も成長になりましたし、うん、まあ僕はあれ、まあ普通にこう、重い、こういうのがいいかなって言って書くのが、水彩が多いんですよね。まあもちろん最近はデジタル、ほとんどデジタルになっちゃってるんで、だから水彩で完成させるってことがしなくなっちゃったんですけど。あ、そうか、本当に絵の具を水で溶いてこう塗ってる。そう、それはなかなか最近しなくなっちゃったんですけど、でも今回はじゃあちょっと久々に、水彩描こうかなみたいな。なんか完成させるやつなかなかなくて、もうちょ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 ってこうイメージボード、そうそうそう。ああ、そっかそっか。それを本当に元にして何かをするみたいな。そうですね。それがなんか、その。なんかちょっと見れるもんないですか？あ、あります。一応、こんな感じがいいかなっていうので、で、線と、塗り、水彩の塗りは、別々に書いて、iPad で最後の仕上げをするって感じにした。なんか例えば、普通にイメージボードだとこんな感じで、うん、なんかこういう、まあいわゆる完成じゃないんですよね。うん、メモとか書いたり、ね。で、まずこんな感じなんですけど、うん、で、今回こういう風に、水彩の部分はこういう風に塗るっていう感じで。かっこいいっていうか、すごいですね。こういう感じ。で、今これ、主線っていうこの外側の線は、うん、スキャンするときに、うん、まあ、消して、で、それを、もっと僕なりの、気に入った鉛筆の、まあ、線にしたいっていうか、うん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 、それはもうやっぱ iPad で描くのが一番、まあ、慣れてますから、それで iPad で、こう、その上をこうなぞって描くと、あ、はっきりするわけで、よりね。より、へぇ、後ろの、なんていうかな、背景の色とかを、別の色に変えるとか。うんうん、ああ、デジタルにね。そうそう。いやいや、全然雰囲気が変わるね。こっちはなんか、ファーッとこう、ファーッとソフトで、こっちはちょっとカッチリ。カッチリして。いやー、すごいね。こういう感じで。まあ、こんな感じのテイストですね。あ、これもすごい。そう、これも、これは一応、背拍子で。なんか話聞いて、はいはい、でせっかく僕の絵をやっていただくときに、うん、やっぱ表紙はガズさんの演奏して楽しそうなイラストって言われて、うんうん、後ろはお二人で歩いていて、で、カメちゃんもいるっていう風にしようと、うんうん、あ、ここにカメが映っている。で、
なんかそう、やっぱりこの、まあ、家族というか、はい、そうですね。で、なんかこう、僕なりの勝手なストーリーで、そのやっぱりエッセイじゃないですか。はい、そうですね。エッセイで、まずこの、まあ、あの、出版の、なんていうの、専門用語わかんないですけど、うんうん、この、はいはいはい。総画で、こう開くと、1ページ目が総扉っていうのが。へ、う、ぇ、んうん、ありますね、今ね、はい。なんかタイトルがあって。そうそう。そこのところは一応僕の中では、ミュージックビデオに使った、うんうん、あの、ガズさんが座って演奏していて、ハメが通り過ぎ、ハメちゃんが通り過ぎるところにして、はいはいはい、で、まあ、いろいろ挿絵があるじゃないですか、うんうん、中の挿絵があって、で、最終的に、二人で歩いてるっていうような、こう、うん、中でこう、ストーリーが絵で分かれる。さすがですね。こう、展開していくわけですよ、一冊の中でね。せっかくそういうふうに。まあ、裏のストーリーとしてはね、やっぱりいいですね。こういうふうに、なんか、この、ガズさんが演奏するのと最後2人でっていうのはお話聞いてたんで、だったらそういうのを1個挟んだ方がいいかなって。そうだ、今の話を聞いてて思い出したけど、このうちに亀がですね、黒の黒い亀の亀の黒ちゃんがいて、吉岡さんが我が家に来た時にね、この亀を見てその歩くのミュージックビデオのね、そうです、着想を得たという。そうです、もう完全にあのどういう風にしようかなみたいな、ね、実写がいいかな、何がいいかな、いろいろ考えた時に、うん、あの亀ちゃんがいて、亀歩く、もうぴったりの題材じゃないですか。ね、ゆっくりですね、亀はね。で、その、まあ、ガズさんのこの優しい雰囲気だけど、なんかこう、はっちゃけたこんなぐちゃぐちゃの楽しさとはちょっと違う。まあ、まあそうですね。それでいて、なんか、うん、その、車で迎えてきていただいた時に話をこう、まず最初聞いて、はい、で、いろいろ大変で、歩くことすら大変だった。大変だったんですよ。でも、今、歩くことすら大変だけど、うん、僕には、すごく楽しそうになんか、いろいろ、あの、部屋もすごい素敵な感じで、うんうん、なんか、そうですね、居心地がいい感じ、ね。そう、なんか、あ、これはいいな、みたいな。なんか、っていうことは、ここまで歩いてたどり着いた感じなのかな、みたいな。あ、そうですね、まさに。だったらいろんなものが、同じく歩いてもいいんじゃないかっていうね、これやらせてもらって、まあだからそのストーリーをね、この本の中に落とし込めれば、そうですよね、まあいいかなと。そしたらやっぱりその1個の本なのに、まあいろんなストーリーがそこに入るっていうかね。そうですよね。まあそういうことで、ちょっとこれもうすごい、ちょっとこれがどんな風に本になるか、デザイナーさんのね、と今度は編集者さん、デザイナーさん、吉岡さんと、あと今度カメラマンさん、ライターさんも、もう協業ですから、もう完全に。そうですよね。いやだからすごいことだ。でも、よかったな、やっぱり、この柔らかな世界観がね、うん、なかなかね、素敵だなというふうに思います。ありがとうございます。やっぱどんな風になるんだろう。いやちょっと、期待ないですね。そうですね、僕も、ね、期待大です。僕も どうなるかがわからないから、どういうふうにこのイラストが、ね、なっていくのかな、そうか、そうか、これもそうか、こういう太くなってる、こういう太く、なんかやっぱりその、絵とかが、まあ、表情とか、そういうところが、まあまあ、もちろんミュージックビデオのね、アニメに少し寄せたいところもありますし、うんうん、そうですね。でもそれよりもうちょっと塗りがリッチになったらいいなみたいな。すごい、やっぱギリギリまでね、もう練って練って。そうでしょうね、やっぱりね。でもそういうのもね、まあ、一緒にこう体感できていくと思いますよ。面白いですね、ね、はい。というわけで、吉岡さんのイラストも本当に楽しみにしております。挿絵もね、これ以外に多分いっぱい入ってくるんでね。そうですね、これからちょっと打ち合わせさせていただきたいと思いますので、はい、じゃあ、まあ引き続きよろしくお願いします。あ、こちらこそありがとうございます。吉岡さんでした。吉岡でした。